皆様こんにちは。宝塚ルームへようこそ。宝塚歌劇団のさまざまな情報をお伝えしております当チャンネル。宝塚ルームがお送りする宝塚歌劇団気になるニュース。今回の気になるニュースは、2025年星組大劇場公演、花組別箱公演の情報についてお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。2025年、公演ラインアップが発表になりましたので順にお伝えしていきます。星組公演、ミュージカル、アシュラ城の瞳、ファンタジックタペストリー、エスペラント。2025年4月19日から6月1日まで、宝塚大劇場、6月28日から8月10日まで、東京宝塚劇場にて上演されます。今回、古田新太さんや橋本淳さんなど多数の有名俳優さんが所属されています。劇団新感線の作品が初めて宝塚歌劇団で上演されることになりました。今回上演されます「阿修羅城の瞳」は、劇団新感線にて1987年に初演が上演されました。その後、2000年2003年にも上演されている「井上歌舞伎」と呼ばれるシリーズ、人と鬼との壮絶な恋物語で、2003年に上演された作品には主演に松本幸四郎さん、そして宝塚 OG の天海祐希さんが出演していました。私は劇団新感線の作品を感激したことが残念ながらないのですが、当時宝塚 OG の天海祐希さんが出演していた「バラと侍」を感激した友達がいまして、天海さんの良さがすごく出ていて、めちゃくちゃ面白かったと話していたのを覚えてまして、それを踏まえて勝手に持っているイメージにはなりますが、劇団新感線といえば各演者さんの個性をうまく活かした演出をされている感じがしています。今回の阿修羅城の瞳の主役、江戸の闇から魔を救うために組織された特務機関鬼帝和倉梅雲を演じるであろう霊魔琴さんが、同霊誠らしい和倉梅雲を演じてくるのか注目です。またもう一つ気になるのは、天海祐希さんが演じた謎の女椿、宝塚でいうヒロインに当てはまってくると思うのですが、現在大劇場で上演中の作品にて、霊魔琴さんの相手役の舞空ひとみさんが対談され、その後については相手役さんは置かないことが発表されている中、どなたが謎の女椿を演じるのかも注目です。星組公演は人気作品が続いており、私も星組さんを感激できない期間が続いています。そんな中での今回のコラボの発表、またチケットが取れないと思った方多いのではないでしょうか。私も含めて一人でも多くの方が感激できますように。続いては花組別箱公演について。今回花組は二手に分かれての公演となります。とわきせや星空美咲主演、花組博多座公演、ミュージカル「マジシャンの憂鬱」レビューグロリア・ジュビリーが2025年3月8日から3月30日まで上演されます。今回上演されます「マジシャンの憂鬱」は2007年に月組で上演された作品の再演となります。当時主演を務めた瀬名潤さんの公式インスタグラムでも、再演されることへの驚きと嬉しい思いをストーリーに綴っておられました。とわきさんがどのように作品を作り上げてこられるのか、とても楽しみです。またショーにつきましては、大劇場公演に引き続きとなります。人数が少なくなることで下級生の出演場面も増えてくると思いますので、
そちらも注目です。木南ライト主演、宝塚バウホール公演、ミュージカルロマン、儚き星の照らす海の果てにが2025年3月21日から4月3日まで上演されます。今回木南さんにとって初バウホール主演作品となり、そして演出家の中村真央先生も初バウホールデビュー作品でもあります。実はこの中村真央先生は中村悟先生の娘様なのだそうです。親子で宝塚歌劇団の演出家を務められるのは初めてなのではないでしょうか。宝塚の演出家の先生の中には悟先生含め中村姓の方が2名おられます。実際現場では分かりやすいように中村悟先生のことを中村 A 先生、中村和則先生のことを中村 B 先生と呼ばれています。ということは今後中村真央先生は中村 C 先生と呼ばれる可能性も。そんな新しい2人がタッグを組んだ作品、一体どんな作品になるのか楽しみですね。最後に少し話は変わりますが、次回の別箱公演について話した花組さんですが、9月28日より公演が始まります。宝塚大劇場公演のチケットについて現在購入が可能となっています。花組の新トップコンビのお披露目作品となります。もしまだ宝塚歌劇を見たことないという方や花組さんの公演を見たことないという方がいらっしゃるならば、せっかくの機会ですのでぜひ観劇してみてはいかがでしょうか。現在宝塚歌劇団のチケット購入は貸し切り公演を除き各プレイガイドでの販売ではなく、宝塚歌劇団の一括での販売となっています。チケット購入には会員登録が必須となります。概要欄にリンク先を貼り付けておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。